こちらはネクスコ東日本です。午後6時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに常磐道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先の11キロポスト付近の柏インターで乗用車2台による事故が発生しており、現在事故処理を行っています。次に事故のため流山インターを先頭に12キロほど渋滞しています。また外環川口ジャンクションを先頭に7キロほど、また三郷ジャンクション大泉方面へのランプを先頭にそれぞれ渋滞しています。続いて6号三郷線上り方向の情報です。中央環状線大木大橋を先頭に八千代南まで9キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて6号向島線上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて外環を大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。美女木ジャンクションを先頭に川口中央インターまで7キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き常磐道を水戸方面へ走行中の方に出口閉鎖の情報です。災害のため88キロポスト付近の水戸北スマートインターの出口が閉鎖されています。タイミングラジオ常磐道のりよりお伝えしました。あなたのご視聴でネクスト東日本。